ストーホースストーホース3ストーホース3は2011年11月22日に稼働を開始したセガインタラクティブの競馬メダルゲームである。従来のストーホースシリーズ同様バージョンアップ版として次の作品が発売、稼働されている。本校では2017年1月26日にセガインタラクティブから配信が開始された。 スマートフォン向けゲーム、ストーホースポケットについても記述する。この状態になった場合、プレイを再開するための再ログインが必要になる。なお、この状態で、数レース消化時までに再開しない場合、自動的に、ログアウトになってしまうは、自動的にバンクへ移される。2019年に、後継のストーホース4が発表されたことにより、これが、最後のバージョンアップとなった。 基本的に、馬券ゲーム、育成ゲームの二つを同時に楽しむことができる。日本の競馬新聞7市の協賛を得て、予想の印が、セガスポと合わせて打たれている。ストーホース3のスマートフォンアプリ版。開発、配信は、アーケード版と同じくセガで、2017年1月26日に、配信開始。実況は、アーケード版と同じく、杉本清。 秘書は5人から選択でき、秘書のイラストレーターはトニーが担当する。マルチデバイス、ワンサービスにより、アーケード版のストーホース3並びに続編である、ストーホース4トレンドをする。2020年11月1日にストーホースポケットへバージョンアップされた。ストーホースポケットに関するカテゴリー、ありがとうございます。